さあ始まりましたビジネスビジョン、ナビゲーターの宮澤ミシェルと吉利愛理です、はい、さあ早速ですがミシェルさん、介護福祉の事業はなかなか経営が難しいと言われているんですよ。あ、補助金とかあれか、そういうのがもらえなかったら大変だよね。そうなんです、うん、さて今回の企業様は介護福祉の分野で安定した経営をし、入居者の方の笑顔あふれる施設を運営するこちらの企業様です。全ウェルネス取締役熊坂智義。超高齢化社会の真っ只中でリーズナブルな入居料と高品質の医療サービスが売りのリゾート型の介護付き有料老人ホーム。空室待ちの続くこの画期的なコンセプトは今行列ができる介護老人ホームとして高い注目を集めている。業界の牽引役として1都3県に6つの施設を展開する話題の企業をスタジオに招いて詳しく話を聞いた。熊坂様が、はい、創業されるまでの経緯をお伺いしてもよろしいですか。そうですね、私は大手の、医療福祉グループにおりまして企業を経営をしておりました。でその際にですね、現オーナーなんですけども、出会うことがありましてですね、一緒にやりましょうということで4年ほど前なんですけども、会社を作りまして、で現状なんですが首都圏に、6施設、展開するような形になりました。はい、最初からこういきなりは集まってきませんよね。そうですね、おっしゃる通りですね。徐々に増やしていかれてるわけですよね。そうです。毎年ですね、1施設以上今作っておりまして、まだ会社ができてですね4年ちょっとではあるんですけども、事業期の方はもう第6期を迎えております。でおかげさまで増収増益をですね、やることができておりまして、会社の経営状況としてはいい状況なのかなというふうに思っております。はい、まずは近年の福祉業界のニーズについて熊坂はどう考えているか聞いてみた。昔はですね割と高級路線の施設っていうのが結構あったんですけども。ゴージャスな。そうですね、はい、でも今はですねどちらかと言いますとやはりリーズナブルで、そして、医療面ですよね。特に医療と介護両方ができる、やっぱり皆さんどうしてももう家で見れないかなっていう風な中で、施設の方にお願いするっていう形が今多い状況ですので、うちの場合には、リーズナブルな価格設定、そして、リゾート型を標榜していますので割と綺麗に作っていると思います。リゾート型っていうのは具体的にどう、うちはですね都市部ではプチリゾートと言いまして、やっぱり都心部でリゾートっていうとちょっと重たいかなと思ってまして、ね、はい、今度は千葉の 若葉区というところにですね新しい施設を作っているんですけども、そちらの方はうちで初めて和モダンというですねテーマで時代絵巻をテーマとして、で、平安鎌倉安土桃山と、フロアにそういう、テーマを置いてですね物語風に今回なんですが作ってるんですよ。楽しいね、はい、そうだからおっしゃる通り楽しいようなそういったイメージを与えられる。で先ほども申し上げたんですがおもてなしの、気持ちを持って、なんて言いましょうね介護ができるような、そういった施設にしたいなと思っておりまして。だよな、いくつになったってそういうところにいたいですよね、はい、そうですね、うちの、おふくろもそうなんですけどもね、年になったからじゃあこの部屋に入ればいいんだなんていうふうには思いたくないですもんね。そうですね、おっしゃる通りです。ご自身が納得されて、でご家族も納得されて、そういったところに住んでいただいて、そして医療面そして介護面はきちんとしたサービスが提供できる、そういった施設を作っているつもりですので、プラスやっぱり価格帯がリーズナブルな価格帯ではないといけないと思いますので、うちはですね大型の施設を作っております。大型の施設を作りますと、賃料なんですけども下げることができますので、どの施設も、看護師が24時間いて、でお医者さんが24時間オンコールで対応していただいて、でそして機能訓練、そして、看取りができるというコンセプトでやっております。ありがたいことに、今現状なんですが、全施設満床でございますので。そうですか。ということは町の方もいらっしゃる、入居町も。そうなんですね、はい、横須賀の佐島というところにですね、当社なんですが初めてリゾート型の、施設を作ったんですね。
佐島の施設は非常にその、まあ、眺望がいいんですね。佐島のマリーナが一望できまして、そして横須賀だもんな、ええ、はい、で右手の方には富士山も見えるんですよ実は、はい、でそういったところで、まあ、地域では本当にまあリーズナブルな多分最安値の施設ですので、はい、最安値そこで。そうなんですよ、そこだけは今高いでしょうって今お伺いしようかなと思ったら、 そこでもあれなんですか、はい、102床102室ありますのでやっぱり施設が大きいんですよね、はい、でもきちんとフロア分けをしてリゾート施設みたいなそんなイメージでこう作っておりますので、一度ご覧いただけるとご納得いただけるのかなというふうには思いますけども、このようなユニークな施設の原点になったのが千葉県千葉市のアシステッドリビング稲毛。老人ホームには珍しい露天風呂や屋上庭園など、今も空室待ちの続く全ウェルネスを代表する施設だ。そんな注目度の高いリゾート型介護施設は、全国的にも珍しいある試みに発展した。それが公共施設と複合した官民一体型の老人ホーム、アシステッドリビング習志野である。実際に利用するお客様にも話を聞かせてもらった。お食事もね、ちゃんといいし、ありがたいと思ってますよ、ね、それはもうご飯も美味しいしね、この空気が面白いんですよ。ありがたいんです。現在数多くの利用者が訪れる複合型施設となったが、提携する行政はどのような経緯でこの取り組みをスタートさせたのか、現場をよく知る職員の方に聞いてみた。まあ、市はですね、この土地、もともと私有地をですね、事業者さんに売却をしまして、その売却したお金でですね、新しい施設の整備をいたしました。一方ですね、事業者さんにおきましては、地域の思いをですね、しっかりと受け止めていただいて、地域が必要とする施設を作っていったということでございます。市といたしましては、事業者さんはですね、町づくりを行う、パートナーというふうにいつも思っております。そういった町づくり、これから習志野市をですね、もっともっと盛り上げて、市民の方がですね、住んで幸せになるような町にしていきたい、そのね、欠かせない要素だと思っております。さらに実際に現場で働くスタッフにも話を聞いてみた。スタッフ同士は仲が良くてすごい働きやすいと思います。お客様たちにこうありがとうとか言われるとすごい気持ちよくなるし、なんだろう、仕事もこう楽しくできるかなっていうところがやりがいのあるところですよね。楽しんでいただくことを考えてやってるので、笑顔だったりがすごく嬉しい励みになってますね。画一的な施設運営と差別化を図り、多くの利用者を獲得する全ウェルネスだが、今後業界ではどのような施設やビジネスが求められていくのか、独自のコンセプトを打ち出してきた熊坂にその考えを聞いてみた。うちはですね、経営理念に、自ら受けたい介護の実践というのがあるんですよ、はい、要は自分でしてあげたい、 そしてしてもらいたい、そういった介護ができるような、施設を作ってほしいなというふうに思っています。施設経営というのは、基本的には証券は大体半径3キロぐらいなんですね。その要は半径3キロぐらいの方々が、その施設でお暮らしになるっていうのが割と多いんです、はい、そうしますと本当に地域密着の事業なの で、ね、地元っていうことですね。そうなんですね。要は地域によっていろんなその、要は考え方、習慣、そういったものがありますよね、はい、ですのであまりこう画一的な運営っていうのを僕はしたくはないんですね。本当に地域に密着をした、そして自分たちがしてあげたい、してもらいたい、そういった介護ができるような施設運営を今後もしていきたいと思いますね、はい、今後なんですけども、2025年まではですね、どんどん高齢化率っていうのは上がっていきます。で2025年ぐらいにアッパーを迎えるというふうに言われていますけども、それまでは当然なんですが、こうどんどん需要が増えていきますよね。でも実際にその需要というのは
まあ、その医療面であったりとか、あとは介護もそうなんですけども、必要な方がお入りになるような、そんな施設が多分必要になってくるんですね。はい、でそうしますと、うちのように、まあ、リーズナブルであって、でプラス医療面と、まあ、介護面なんですが、きちんとできる、まあ、そういった施設っていうのがどうしても必要になってくると思いますので、そこをきちんとやれるような、まあ、施設展開をしていきたいというふうに思っています。こういう中でスタッフさんだとか人材の確保って大変ですよね、はい、そうですね、おっしゃる通りですね。これから25年までずっと増えていくというと、ね、今の一番の課題というのはやっぱり人材がですね、不足しているということが一番の課題だと思いますね。はい、やっぱりあの福祉の業界も IT 化っていうのはですね、どうしても避けられないっていうか、逆に取り入れていかなければいけない問題だと思いますので、まあそういったところは積極的に進めていきたいなというふうには思っています。需要の高まる福祉・介護業界、常に挑戦を続けてきた熊坂智義が次に掲げるビジョンとは。先ほど申し上げたその2025年までは、まあ、高齢化率っていうのは上がっていきます。そういった中で多分施設なんですけども需要は増えていくという状況ですね。ただ、ある程度25年までにアッパーを迎えていきますので、そうするとその先はですね、施設を作るというよりも、その要は施設をきちんと運営管理をしていく、まあ、そういった時代になっていくんだと思います。当社としてはやっぱりまあ今後なんですけども、医療がどうしてもこの施設経営には必要だと思っています。介護と医療に関しては要は話せないような、まあ、関係かなというふうに思っておりますので、要は医療をこう M&A をしていきたいと思っているんですけども、医療を中核とした、まあ施設運営をですねしていくことによって、まあ、本当にまあ複合的な企業体になるんだと思いますけども、安心安全を提供できるような施設経営を行っていければというふうには思っております。あとはビジネスパートナーもそうなんですけども、やっぱりその時の出会いによってですね、いろんなまあこのネットワークができてきたっていうのが今までも本当に、まあ、その通りですので、一つ一つの出会いをですね、まあ、大切にして、そしてまあ今後なんですけども、まあ、企業成長と、まあ、お客様の安心安全を提供していきたいというふうに考えております。でお年寄りが元気なことがやっぱり一番いいと思うんですよね。そうですね、地域のためにもとってもね、はいはい、おっしゃる通りですね、はい、今後ますますそういう経営をよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそありがとうございました。どうもありがとうございました。言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは。一期一会、既存の枠にとらわれない新しいビジネスの源、それは一つ一つの出会いにあり、その巡り合わせが次なる企業の成長へつながる大きな財産となる。これが全ウェルネス熊坂智義にとっての格言である。